いやなもの。こんにちはじゃ。こんにちは。これより我ら名古屋おもてなし部招待の演舞を執り行う。その前に所注意じゃ。俺猿。ああ小さいお子がいるもの前に出してちょう。見えるようにしてちょう。大丈夫。もっと前に来てちょ。おいおいで。おらぬから後ろの方に後からやいってまいった男などがおったら前空いておるところに出してやってほしいという願いじゃ。おらぬから。よろしいですかな。よろしければこの辺りよりお越しくださりませね。さあ次じゃ、木山さん。あ、それでは2つ目の願いでござるが、先ほども洗いがあったやもしれぬが、今立って見てくれておるみやみや、あと1列2列ぐらいかの場所によっては、ちいとしゃがんでもらえるかという願いじゃ。しゃがめるものが前少し空いているところがあるじゃろう。そちらへ詰めて、しゃがめるものがしゃがんでいただきたいと。そして、後ろからまた後で演舞が始まると音が出てまいって、そしてその音につられてまた後から人がやってくるということもござるゆえ、後ろの者たちが見えるように皆々の協力をいただきたい。前から順にしゃがんでいってくれという願いじゃ。ご協力ありがとうございます。特に正面が少し、熱くなっているので、人垣が熱くなっているということで、あれだな、相手のところに入ってみ、協力かたじけのござる。どうしても膝や腰にかけてしゃがめないというものはな、後ろへ回っていただきたい。そして日がたを差しているみなみなも後ろの者たちが、ちょっと見えにくくなるということで、どうしても差してみたいと、ものはじゃな、後ろの方で見ていただけるとありがたい。もし演舞が始まってまいって閉じれるよというものならば、その時には閉じていただきたい。それではさあ、我ら名古屋おもてなし部招待の者の姿、そして生きた証を存分に楽しむのじゃ。参るぞ、いざ出陣。今ですか？お、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 お
あるかもしれませんので、もしちょっとでも気分悪いかなと思われた方いらっしゃいましたら、ね、はい、水分補給をされて日陰などに行かれて十分な休息を取られるようにお願いいたします。お願いいたします。特にここはですね、はい、なかなかちょっと具合悪いかなと思ってもよくわからんことが多いかもしれませんので、親御さんしっかりと目を離さないようにお願いいたします。そうです、しっかりとお願いいたします、はい、お願いいたします。はいはい、そして、はい、さあ塩本さん、はい、始めてまいりますかな。それではこれより演舞を始めてまいるんですが、演舞の時間が20分、演舞の中では甲冑です。演舞の後では写真撮影、撮影でございます。少しこの日差しに耐えていただいて見ていただきますと、あの武将様が着てらっしゃる甲冑、なんと20キロほどあるんですね。あの甲冑を身につけたまま舞を回れます。かっこよく舞ってくださいますので、そちらをしかと見ていただきまして、はい、その後には先ほどのかっこいい武将様方と写真が撮れるんです。歴史上の偉人ですよ。めったにかございません。そうだそうだ、めったにね、チャンスだよ。そうですよ、貴重な機会でございます、はい、その貴重な機会、我ら名古屋おもてなし武将隊は毎週土日やっておりますので、またぜひとも観光できたよという方いらっしゃいましたら、はい、名古屋おもてなし武将隊もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それなんで、皆様、はい、見ておるだけでは飽きたらんという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、皆様にもご参加いただきたいと思っております。はい、参加していただきたいと思います。お願いいたします、はい、どのようにして参加するかと言いますと、この後武将様が演舞の中で皆の者勝ち時じゃそれと号令をかけられます。その後に続きまして、えいえいわーえいえいわーえいえいわー、みたび拳を上げてくださいませ。こちら、はい、勝ち時と申す戦勝祈願でござります。はい、皆様と共に演舞を盛り上げてまいりたいと思っておりますので、一緒にやってくださりませ。お願いいたします。では春門さん、練習を一度したいと思うんですが、春門さんにお願いしてもよろしいですか。ようござります。お願いいたします。じゃあ春門さんが先導いたします。では拙者が武将様に代わりまして、はい、皆の者を勝ち時じゃそれと申しましたら、はい、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと三度拳を上げてくださりませ。お願いいたします。はい、では参りますぞ。はい、あ、うん、あ、声の調整に入りましたね。いい声になりましたか。よし、いい声になりました。はい、お願いいたします。じゃあ右手のご準備お願いいたします。お願いいたします。さあ横の方も後方の方も共にお願いいたします。お願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。よし、では参るぞ。はい、お願いいたします。皆の者、勝ち時じゃそれ。えいえいおーえいえいおーえいえいおー。ありがとうございます。本番も今のような元気でよろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よみがえりし物の不集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は大変なれど、この暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前、戦国の世と何も変わりません。故に方々は蘇る。誰、ここはどこぞ。戦場にございます。ここは桶狭間。違います。ここは味方が入る。違います。山さん、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。平和との国、平成の世の合戦場にございます。であるか。皆の者、殺人じゃ。わー、切れる貴様に生涯を槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。いやー、
様のため戦場を駆け抜けし日々があった。天下がいかに美しい忠義一徹でそびえ立つ石垣は我が思いの高さよ。わしが加藤清正である。武田軍を抑え込むはずだ。あっぱれであった。お褒めにあつかりありがたき幸せ。撤退する武田軍の殲滅もお前に任せる。敵の数はすでに半分以下、もはや戦意も失われておりますぞ。であるな。あんな風きでも放っておいても害はありますまい。誰わしが聞きたいのは返事だけじゃ。秀吉、武田軍の殲滅に参ります。夏将にも
すぐに出陣するぞ。よろしいのですか。何かじゃ。退却する敵に追い打ちをかけるなど。それが戦じゃ。それにわしが断ったもって、またまた家康殿がやらねばならぬ。それにわしは出世が好きだねな。こう立てればそれだけ地位が上がる。地位のために人を殺めるのですか。まずい。そういうこと言ってくれるな。失礼いたしました。いや、勝つの言う通りじゃ。地位のために人を殺めるか。秀吉様は築城やさまざまな分野にその才を発揮なされております。そうしたことでこれからもこう立てればよろしいのではないでしょうか。戦仕事は皆同じじゃ。城を作っても後方で戦の準備をしても結果としては人の命を奪うことになる。直接この手を汚すことと何も変わりはないだね。もちろんございまするな。それでもなぜ戦場に出るか分かるか。分かりませぬ。私も人を生かすためじゃ。信長様は時に小無体なことをおっしゃる。だがそれは戦のないゆえの一番の近道だがね。早う戦のないようを作って農民が米作りに集中できるようにせないかんでな。わしはこの手を汚したことを一生忘れん。秀吉様、辛くても暗い顔しちゃいかんかね。わしらはずっと先の日の本のことを考えないか。わしらが頑張ればこの先日の本に生きる者は笑えるんだかね。ええな。はっ、参るぞ。わしは秀吉、気を持って武田軍を殲滅だ。本日は名古屋城へようまいってくれた。我ら名古屋おもてなし武将隊は現世によみがえりし以上、皆々に寄り添って生きていきたいと考える。それこそが元那演武の心。共に手を取り生きてまいる。太平の世が永久に続かんことをここに祈る。皆の者、負けるでないぞ。勝利の前祝いじゃ。勝ちと手を挙げよう。はぁ、名古屋とここにいる皆々の幸せを願って勝ちときだ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。我らはここによみがえる。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえる。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。
に少女。こんにちは。大王名前所に来てくれた。いやしかし、は山さん、は暑いな。大王にございまする。もう西日真っ盛りでございました。大王だろ。しかしこちらもなんですよ、ほとんど映ってないんじゃないですか。先にパンサパシパシパシ撮っとったけど真っ黒な我々が映っとるかと思いまするが、しかしですね、西日を浴びながらも皆々見てくれたというのはありがたいことでございまして、まあこの度はまあ名古屋城ということで観光でこの名古屋城に訪れた者も多いやもしれんけども、はい、観光でこの名古屋城来たよというわけで、み観光で来たよ。おお、観光で来た。よしよし、じゃあその気にないこの首巻きをしとる。あの人はどっからやってまいった。岩手から寄ってくれた。ありがとうさん。会いに来たのわしに。わしに皆さんそこは信長様にと思う。あ、わしにな、わしにな。あ、危ない危ない。頭が真っ白になって頭が、おい、それあれだろ。あんまの商品名言えないけどえ、あれだろ、例の。じゃあこちらの方、観光に来てやつ。はい、この手を無駄に振ってるやつ。後ろの、あ、すまんな、トチはちょっとこう、影をこう気にしとったからな。後ろの方が目立った。トチ、トチちゃん。そうそう、奈良から来てくれたの。大和の国から参りました。いや、来たな。奈良といえば、清正。あ、奈良といえばですな、おわし加藤清正は熊本を治めたことで有名なんじゃが、実はひょっとすると歴史がちょっと違っていれば奈良県を治めてたかもしれない。マジかな。残念そうに言ってくれました。残念じゃったな。あの関ヶ原の戦いってあったじゃろ、大きい戦いが。その時にわし西軍からも誘われとったんじゃ、東軍についたけど。ああそうだ、指さしてないわ。そっち槍で刺すぞ。こちらはな、刺したり刺したり。おいやそれで西軍から誘われた時に、じゃあ勝った時には西軍ついて勝ったら奈良県くれたらいいよって言ったらダメって言われてる。断られたんじゃない。断られた。残念。よかったな、ケマさんのものに並んでな。あ、よかったよ。オッケーオッケー。なんだこれ。よしよし、一人死ねたぞ。さあ、ちなみに、まあ、異国からやってまいったよっていうものもチートばかり見ればわかるんだけど、サル聞いてやってちょう。はい。Anyone who came from another country? You, Pakistan, where are you from? California! 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 なんで分かりにくいの、カファーニャって言うんだろうな。あ、言わなくていいよ。いや、ごめんなさい。そんなことは言わなくていいんだよ。いらぬ圧力を見ますよ。言わなくていいんだよ。よく来てくれたというふうにお伝えください。Welcome to Japan!ありがとう。こっちのお越しにも。友達かって聞いてる。Are you guys friends? Yes? あ、なるほど、そういうことになる。分かりにくいから一緒のところに座っとけばいいんだ。遠くから。うん、そう。え、言わなくていい。間を置いて言う必要ないだろ、それ。怖いわ。いや、しかし我々あの異国へも遠征に行っとることがありますよ。ああ それもちょっとお伝えいただければ。そう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 、また会ったらよろしくと。Maybe we go to your country. Yeah, yeah, yeah. Yes, we could. We could. So. まだなるそれ。決めちゃう。もういいそれ。いや、最後はあの名古屋弁で誘いたいな。ああ、なるほど、そういうことで。それはもう伝わったの。いや、あれは伝わったと思います。We are safe, okay? In California, where we go, okay? Right, right, okay. 戦争です。なことかよ。分かりにくいな。まあまあそういったことでな、まあ全国つつうらうら、そしてあとまた異国よりもこの名古屋城に来てくれるということで、はい、まあ名古屋城、それから名古屋には多くの観光地があるということでな、はい、ぜひそちらの方を楽しんでもらいたいと。さらにはせっかくだから皆々とこう交流、そして記録に残してもらいたいということで、はい、武将陣が直々に皆々と写真を撮る写真撮影会を取り行う。ありがとうさん。おなごの名が加藤健馬さん、そして猿子の豊臣秀吉のレースを作り、南谷に書も、まあ、
撮りたいなと思うところの前に並んでもらい写真を撮ってもらうんだけども、それにはなちいとばかり決まり事があるんじゃ。小さなお子、それから体の不自由なもの、それから異国から来たものを、そして帰りの時間、な、手塚子の時間がないよというものは優先的に前に並んでもらいたいと。まだまだちいとばかり時間に余裕があるよというものは後ろの方から並んでもらいたいという願いじゃ、はい、そしてもちろんこのような遠藤さんの力持ちとして我々を支えてくれておる陣笠隊も写真撮りたいよと思うものが多いやもしれん。そういったものは我々の写真列が終わった後に、まあ少しな時間だけども写真列を作るゆえに作り撮りたいなと思うものはぜひともそちらの方に並んでもらって、まあある程度時間を読みながらな交流を図ってもらいたいという願いじゃ。分かったか。はい、はい、そして今急に列を作ると混乱するゆえに今立っとる者たちは